ここですね。So many sides。この so っていうのは、さっき言ってた接続的に so and then I think so っていうこの so とはちょっと違っていて、この so っていうのは so many っていうここに入っていくんですね。これイメージ的には、本当にたくさんあるのよっていう感じなんです。ここまででこの人の一番言いたいことっていうのは、So many sites っていうのがあるんですっていうことを先にこう言っている感じですね。So many sites。ね。もうこの sites っていうのは、この文章だけではちょっとわからないけど、この前にあるのを考えると、俳句のサイトが、ウェブサイトがいっぱいあるんだよってもう前に言ってるんだよね。で、今ここでさらにこの人が拍手をかけるように、そんなに多くのたくさんのサイトがあるのよっていうことをまず言いたいことを言って、ね、だからあなたは You can even find verse day hike in the pop culture hike。 だからあなたはね、そういうバースデーハイクとか誕生日のハイクとか、そのポップカルチャーハイク、ポップカルチャーっていうのを大体その日本語にするのがもうそもそも難しいんですけど、無理やり日本語にするとやっぱり大衆文化ってなるんですね。大衆文化のハイクっていうのも、さえも、これは、イーブンは強調表現ですね。さえもっていう感じですね。この場合も、さえも見つけられる。これも even が一番言いたいことね、は find にかかっているんですよね。この場合も even find ってことは見つけるということをね、できるんですっていうことをこの強調して、だから can even find って何をかっていうと birthday hike っていうふうになってるんだけど、この so that 構文って言われるものっていうのはすごいのよっていうふうに最初にね、すごいたくさんのサイトがあるのよ、この場合はですね。って言ってから、だからあなたはねっていうふうにして、後からそのあなたができることっていうのを付け加えている感じ。このザットっていうのは付け加えている、情報を付け加えているっていうふうに考えると結構ね、使えるんです。なのでこの so の後に、例えば easy for example you can make a sentence with easy here。 ここに easy っていうのをつけてセンテンスを作ろうとしたら、 It is so easy。 何が That you can cook in a minute みたいな感じですね。もうそれめちゃくちゃ簡単だから。だから何なの？だからあなたは1分でクッキングできちゃうのよ、それみたいな。なんかすごいスペシャルだね、このイージークックみたいな、こういう商品があったとして、それをご説明するときに、It's so easy。この so っていうのはやっぱりめちゃくちゃ easy っていうことを言いたいから so がついてるね。So easy。だから、That you can cook it in a minute。1分で作れるんですよっていうような感じの、このアドバタイズメントみたいな時にも、この so something っていうのを使うことができるんですね。はい。だから便利なのよ、この so 何々って言ってから、だからあなたは何かができるとかっていうふうに、この that でその後に情報を付け加えるっていう文章が、この so many sites that you can even find birthday haiku or pop culture haiku っていうことになります。